バルトルメオ・コレオーには、イタリア王立海軍が、海軍休日時代に建造した、軽巡洋艦。アルベルト・ディ・ジュッサーの旧。1939年4月、新前航海の最中に、日本を訪れた。姉妹艦、ジョバンニ・ニデレバンデ・デネイレと共に行動中の1940年7月19日、スパダ・ミッサキ沖海戦で、イギリス海軍水雷戦隊と交戦、撃沈された。 コンドティエレのバルトロメをコレオーニから命名。ジェノバのアンサルド社で建造。1928年6月21日、気候。1930年12月21日、浸水。1932年2月10日、竣工。イタリア王国は中国大陸の天津市に疎開を保有していた。1938年11月に、上海へと向かい。 イタリア系順、ライモンド・モンテクッコリに代わって、イタリア東洋艦隊の機関を務めた。本艦艦長、カタラーノ大佐が、極東派遣イタリア海軍司令官の職務も務める。1939年には、親善航海を行い、チンタを、芝生、新港島、大連、神戸、横浜、長崎を訪問している。4月4日に、神戸期、8日まで滞在した。 4月9日、横浜港に到着する。翌10日、本館の館長と副長は、アウリチチーチ中日イタリア大使導班の下昭和天皇に拝謁した。4月14日、東京のイタリア会館において、館長以下乗組員一同、イタリア側や日本側関係者多数が出席して、園遊会が開かれている。4月16日、横浜を後にして、長崎に移動し、 18日から20日まで滞在した。同年9月に第二次世界大戦が勃発。本艦は、キライフ節艦レパントなどを極東アジアに残し、ヨーロッパに向かう。同年10月28日、イタリア本国に到着した。バルトルメオコレオーには、姉妹艦ジョバンニデレバンデネーレと共に、第二艦隊の第二戦隊を編成した。九百四十年六月十日。 イタリア王国が数軸国として第二次世界大戦に参戦し、地中海の戦いが始まる。海戦時の第二戦隊司令官はフェルディナンド・カサルディ上級少将であった。海戦とともに、本館はシチリア海峡への機雷敷設を行う。イタリア王国参戦とともに、フランス海軍はバード作戦を発動し、 巡洋艦部隊によるイタリア本土の要行に対する艦砲射撃を実施した。トゥーロンを出撃したフランス艦隊は15日にジェノバとサボーナを砲撃する。その頃、イギリス地中海艦隊の根拠地アレクサンドリアを曲がりしていたフランス艦隊のうち従順・トゥールビルと従順・デュケーヌが同地を出撃して英華海の強行偵察を行った。イタリア海軍は ナポリから軽巡2隻を出撃させ、普通従順2隻の退路を立とうとしたという。だが両者とも遭遇せず、海戦にならなかった。7月6日から第二戦隊は、駆逐艦や水雷艇と共にナポリとカターニアから、北アフリカのベンガジへ向かう戦団を護衛した。この戦団は、人員2200名、戦車72両、 車両237両や1万6000トン以上の燃料及び補給物資を運ぶもので7月8日にベンガジに到着した。翌9日にはイタリア主力艦隊とイギリス海軍地中海艦隊の間でカラブリア沖海戦が発生している。イギリスの小型タンカーの船団がルーマニアからギリシャ水域へと向かっているとの情報に基づき、 カサルギ提督が率いる第二戦隊にその攻撃が命じられた。7月17日、第二戦隊はトリボリから出撃した。7月19日、第二戦隊はクレタ島西のアンティキティラ海峡から英ゲ海へ入った。そこでイギリス海軍の第二駆逐戦隊に所属する駆逐艦4隻と遭遇、戦闘となる。イギリス駆逐艦軍は 友軍のいる北東へ逃走し、それを追跡するイタリア系巡2隻との間で砲火が交わされた。だが、戦闘海域に、オーストラリア海軍のパース級系巡洋艦シドニーと、イギリス駆逐艦ハボックが現れると、状況が一変する。イタリア側はハボックも系巡洋艦と誤認し、戦力的に不利になったと判断して、戦闘を切り上げようとした。 イタリア系巡洋艦2隻は南西へと向かい、今度はイギリス艦隊がイタリア系巡を追撃した。砲撃戦の最中、シドニーの発射した6インチ砲弾2発がバルトロメオコレオニに命中し、本艦の速力が低下する。機関、バンデネーレは窮地に陥った姉妹艦を援護することなく逃走したので、本艦はイギリス駆逐艦に包囲されて集中砲火を浴びた。 その後、英駆逐艦が発射した魚雷のうち、経営日本が命中し、これようには、スパダ、岬沖で転覆、沈没した。生存者は、イギリス側各艦により救助された。救助された人数は525名とするものと、545名とするものがある。そのうち、ウンベルト・ノーベロウ艦長など51名は、負傷しており、その後、ノーベロウ艦長は死亡している。 他にギリシャの貨物船に7名が救助されているが、121名が死亡した。ありがとうございます。